仮面ライダーシリーズ仮面ライダー。仮面ライダーは、1979年10月5日から1980年10月10日まで、TBS 系列で毎週金曜19時19時30分に、全54話が放送された、毎日放送、投影制作の特撮テレビドラマ作品、及び作中で、主人公が変身するヒーローの名称である。仮面ライダーシリーズ第6作にあたる。 本作品の正式な番組タイトルはシリーズ第1作と同じ仮面ライダーであるが本放送当時より新聞のラテラン、文献、その他においては第1作目との識別を容易にする目的で仮面ライダー、仮面ライダーなど格好部分を加えた表記が通例的に用いられている。本項目でも便宜上仮面ライダー表記で統一している。 仮面ライダーシリーズは1975年の仮面ライダーストロンガーで一度完結したが、1970年代末の SF ブームの中で歴代の日本製特撮ヒーローが子供から大人まで幅広いファンの注目を集めるようになる。その流れの中で登場した新しい仮面ライダーが本作品である。制作はそれまでのシリーズと同じく東映と毎日放送で、 スタッフもプロデューサーに、平山通ると、安倍政事、監督に本作品へと参加するために、同時期のバトルフィーバーチェーを離脱した山田みのると、仮面ライダーアマゾン以来の田口勝彦、音楽に、菊池俊介、メイン脚本家に、伊上勝る、殺人に、大野健優会、ナレーションに、中井慎二と、これまでのシリーズを支えてきた顔ぶれが揃っており、 基本的に初代の仮面ライダーから大きなスタッフ変更はない。平山側からのライダーのスーツアクターは、大野県友会の中屋敷鉄なりで、との要望を組み、わざとにはそれまでのシリーズでスーツアクターとわざとを担当していた岡田正を迎えた。中屋敷はライダーマンを除く1号からストロンガーまでの全ライダーを演じた人物である。美術は、 エキスプロダクションの高橋明、キャラクター造形は同社を退社した三上睦夫が立ち上げたコスモプロダクションが担当した。主役に関しては、東映主催による一般公募形式のオーディションが開催され、3786人の応募者の中から新人の村上広明が選ばれた。また主役オーディションと同時にヒロイン3役のオーディションも開催され、 応募者1 0 1 0名の中から2名が選ばれたが、加納緑役は該当者なしとなり、養成所の推薦により、田中伊佐子が起用された。撮影所はこれまでのシリーズの拠点だった。東映育田スタジオが前年に撤退したため、東映東京撮影所が制作拠点となった。ロケ地も以前は、育田スタジオがあった川崎市北部が中心だったが、本作品からは、 関越自動車道沿いの埼玉県南西部が中心となった。アクションの撮影は、幾田スタジオ時代は赤土の多い山英土木を用いていたが、本作品以降は石の多い場所だったため、岡田はロケ場所探しが難しかったと述べている。1977年に公開されたアニメ映画宇宙戦艦ヤマトのヒットをきっかけとして、 アニメなどのリバイバルブームが起こり、仮面ライダーやウルトラマンなどの特撮作品にも注目が集まっていた。自動向け雑誌、テレビマガジンでは、1978年6月号での特集、君は全部覚えているかいウォンテッド、ライダー怪人が大反響を起こし、この後、仮面ライダーシリーズがカラーページで特集され、関連のムック類もヒットするようになった。 石森プロでは旧作品の上映会を実施し、1979年4月からは TBS 系列で第一作仮面ライダーの再放送が開始されるなど、本放送当時に視聴者であった千年層を中心に仮面ライダーブームが広がっていった。プロデューサーの平山はこのブームの動向を分析しており、1978年9月に毎日放送からの要請に応じ、 本格的に新たな仮面ライダーの制作に乗り出した。企画に際し、平山は仮面ライダーファイクラブの会合に出席して、ファンからのアイデアも取り込もうとしていた。当初、希望していた1979年4月からの放送開始は、放送枠が確保できなかったために見送られたが、出版方面が堅調であることや同年正月に、 高楽園遊園地で開催された仮面ライダー賞が例年の倍以上の集客となったことなどを理由として企画は継続され同年10月からの放送に至った。また、平山はスタッフに監督の山田と脚本家の伊上らそれまでのシリーズの中心人物を迎えたが、前作までの共同プロデューサーであった安倍政治は前作までの番組制作で得た。 達成感や本作品が失敗した場合のデメリットなどから仮面ライダーシリーズの新作の制作に否定的であったため参加を誇示している。本作品の大きな二つの特徴として前半の原点回帰と後半の先輩ライダーの客演エピソードの多さという点が挙げられる。当初は初代の仮面ライダーを意識し仮面ライダー Q1 号をベースにディテールアップした。 新たな仮面ライダーと人間に既存の生物の能力を加えて改造したシンプルな怪人との戦いを主体にしたハードなストーリーが展開された。また、主人公にはそれまでの仮面ライダーと差別化するセールスポイントとして重力低減装置による飛行能力、セーリングジャンプと専用オートバイ、スカイターボで壁を破る必殺にライダーブレイクが加えられた。 この2点は再放送の視聴率が低く毎日放送の局長会議が不調に終わったことから旧シリーズに内心要素として導入された。セーリングジャンプのシーンをはじめとする本作品の特撮技術には宇宙からのメッセージで初めて使用された東通りエコグシステムのビデオ合成が取り入れられた。しかし原点回帰を意識したがためにやや地味になったストーリーと主役である 仮面ライダーのキャラクター性の弱さのため、期待通りの視聴率は得られなかった。また、飛行能力などの新機軸も十分にストーリーに活かすことができず、次第に使用されなくなった。こうした苦境の中で多くの番組強化策が行われた。まず、舞台をハンググライダークラブから喫茶店ブランカに移して、レギュラーキャラクターを一新し、 主人公が仲間たちのバックアップを受けて戦うことが強調された。また、悪の組織ネオショッカーの指揮官を服装や性格に軍人色の強いゼネラルモンスターから派手で妖精な魔人提督に交代させコミカルな作戦も取り入れた。そして第20話からは歴代の仮面ライダーが次々にゲスト出演する。さらにサブヒーローとして9番目の仮面ライダーとなる。 仮面ライダー VQ の登場も予定されたが、ゲストライダー編が好評を得て、視聴率が向上したことにより、VQ の登場は見送られ、自作、仮面ライダースーパー1の設定の元となった。東映は、前シリーズプロデューサーの安倍政治にも参加を打診。前述の通り制作開始前には本作品に、否定的であった安倍も、何をやってもいいという条件でこれを受諾した。安倍は、 自身が好む明るく楽しいシンプルなヒーロー像へのイメージの一新を目指し、スカイライダーの配色や主題歌の変更を決定した。スタッフ面では監督陣にも新しい人材をという毎日放送からの要請を受けてシリーズ初参加となる田中秀夫が監督に加わった。また安倍はメイン脚本の伊上勝が行き詰まっていると感じ、伊上を降板させた。 第28話で、歴代仮面ライダーの特訓によって、スカイライダーは、パワーアップを遂げ、より明るい退職にスタイルを一新した。この新たなスカイライダーは、劇場映画、仮面ライダー8人、ライダー vs 銀河王でテレビに先駆けて披露され、話題を巻いた。その後も様々な工夫が凝らされ、歴代ライダーの素顔での登場、コミカルな脇役ヒーロー、ガンガン G の活躍、 怪談シリーズと銘打たれたホラー色の強い連作など話題を提供し続けた。伊上に代わりメインライターを務めたエズレタクは改造された人間がすごい力で敵をやっつけるという内容を嫌い人間は肉体の鍛錬や思考限界まで行って敵に打ち勝つということを伝えるため主人公を過酷な目に合わせる内容を中心としたと述べている。エズレは 恋愛要素も盛り込みたいと考えていたが、安倍の賛同は得られず実現に至らなかった。こうした番組強化の流れの中で、主人公も徐々にキャラクターが定着して魅力を発揮するようになり、当初の予定から若干延長した1年間今日の放映となった。それ以降は、村上のスケジュール調整が叶わずに放映を終了し、仮面ライダースーパー1に引き継がれた。 七人ライダーがデルザー軍団を滅ぼしてから数年、かつて世界で猛威を振った秘密結社ショッカーの名を受け継ぐ新組織ネオショッカーが現れた。城北大学の大学生、つくばようはハンググライダーの練習中ネオショッカーのマシュから逃れようとしていた人間改造工学者シド・ケイタロウ博士を助けた。シド博士は非常な組織のやり方に 両親の葛飾に耐えきれずに脱走したのだ。博士をかくまうようだったが、博士を追ってきたネオショッカーの怪人、ガメレオ人によって洋が所属するハンググライダー部の部員が残殺され、洋自身も瀕死の重傷を負ってしまう。洋を救うため、博士は洋を改造人間として蘇らせた。復活した洋はネオショッカーから人類を守るために戦うことを決意する。 変身したようの姿を見て、博士はようを仮面ライダーと名付けた。やがて、海外に旅立った指導博士に頼まれ、ようの大学の先輩、谷源次郎がように協力することになった。さらに、世界各地でネオショッカーと戦っていた七人ライダーが帰国。彼らとの特訓によって、スカイライダーはパワーアップした。本作品以前の仮面ライダーシリーズに登場し、 日本を守った7人の仮面ライダー。デルザー軍団壊滅後は日本を離れ、世界各地でネオショッカーと戦っていた。そして、ネオショッカーを追って海外から次々に帰国し、第20.21話のストロンガーを機に、スカイライダーと共闘する。当初は、声優のアフレコによる変身後のみの登場だったが、1号ライダーとアマゾンライダーを除いた5人は、第31話以降、 オリジナルキャストのゲスト出演もあった。また、素顔も含めて、ゲスト出演したライダーはいずれも変身ポーズの効果音が変更されている。詳しくは、リンク先を参照。掛け声とともに、一定のポーズを取ることで、変身ベルトトルネードの風車から、風圧エネルギーを取り入れ、スカイライダーに変身する。その最大の特徴は、ベルトの両脇についた、 重力低減装置により、セーリングジャンプで滑空飛行が可能な点である。第28話で、先輩ライダー全員の特訓を経て強化した。それに伴い体色が明るい色使いになる。それまで、メイン必殺技だった、スカイキックに加え、重力低減装置を利用した99種類の空中殺法を編み出した。強化後、セーリングジャンプを使用する描写は見られなくなったが、 第49話では映像による具体的描写はないもののセーリングジャンプを使って危機器を脱している。最終話では7人ライダーと組んでセーリングジャンプを使用した。赤い F マフラーに黒い反転が複数見られる。マフラーはセーリングジャンプ時には翼の役割を果たし、強化後は取り外すことでロープとなるローピングマフラーとなった。また強化後は ベルトのトルネード部分が大型になり、重力低減装置は逆に小型化している。怪人、アブン側により、スカイライダーの1日に必要とするエネルギー量は10万カロリー、スカイキックに必要とするエネルギー量は2万カロリーであると分析されている。なお、変身前に用が着ていた服は、変身後には胸の人工強化筋肉と人工強化皮膚の間に収納される。 スカイライダーの専用バイクで2話より登場。製作者はシド博士。水素エンジンを搭載し、フロントカウルに内蔵された HVG から発生する超振動波による体当たり技ライダーブレークやスカイターボアタックやスカイターボジャンプは強力。コンピューターによる無人走行が可能。車体に専用エンブレムがプリントされている。 22話では、洋の乗用バイクから変形するシーンが描写された。後にスカイライダーの強化に伴いチューンナップされた。変身前は TS259 型。世界征服を目論む巨大な秘密組織で、歴代の秘密結社で、最初期に猛威を振るったショッカーの名を継ぐ組織だが、直接の関係は不明。動植物や妖怪をモチーフとした怪人を操り、 来るべき食糧危機に備えて世界の増えすぎた人口を3分の1に減らし残った支配者層になるべき優秀な人間は改造人間として手先に使い世界を支配するのが目的で中盤からは怪人や兵器などを全面に押し立てた日本征服を展開する。ネオショッカーの強行を通報された警察官がおねしょと少年に聞き返すなど その脅威を認識していない者も,もいる。初期では倒された怪人やアリコマンド、その手にかかった犠牲者は青い光を発しながら蒸発するシーンが随所にあった。初代幹部のゼネラルモンスターが怪人や森人として敗北し粛清された後は魔人帝徳が着任八人ライダーと首都を繰り広げた。シンボルマークは NS の文字をつなげ、 かつてのショッカーのごとく足のように見立てたものが用いられている。スカイライダー役の中屋敷哲也は、東映プロデューサーの平山徹から指名されたが、面をつけての芝居に嫌気がさしており、戦国自衛隊への出演も決まっていたことから、思い悩んだが、後輩の仕事を確保するために本作品への出演を決めた。本作品、そして自作、スーパー一で、 多数の脚本を執筆したつくしつとむはかつて高田博士の名で俳優として活動しており仮面ライダーや v んにも早くで出演した経験がある。組曲仮面ライダーと題した前期 BGM 集が番組開始時に発売された。これはシリーズで初めて商品化を前提にステレオ録音された BGM 集で前期オープニングとエンディングや変身。 仮面ライダーの各アレンジ曲も含まれていた。番組前期に発売されたセリフ効果をに入り、アクションシリーズ EP には、燃えろ、仮面ライダーと復活よみがえる仮面ライダー及び変身、仮面ライダー、遥かなる愛にかけての4曲が収録された。劇場版、仮面ライダー8人、ライダー vs 銀河王及び番組後期では、追加録音された BGM も使用された。 CD には、組曲仮面ライダーのみのものと、後期 BGM を含めたものの両方がある。竹内は、後期 ED や挿入歌の編曲にも参加した。第2話以降の恒例となっていた、オープニングラストの中江真嗣によるライダー説明ナレーションは、本作品の前期が最後となった。また、第1作、仮面ライダーと同様に、番組途中で、オープニングテーマも変更された。 これに伴い映像も刷新され、さらにエンディングも含めて歌詞テロップが表示されるようになった。主題歌、挿入歌 LP には8人ライダーヒットメドレーというインスト曲も収録された。これは歴代オープニング曲と僕のライダーマンを及び今問いの日が昇るのメロディーを繋げたものである。同曲は劇場版及びテレビ版後期の戦闘シーンの BGM として使用されたが、 現在でも BGM 集ではなく主題歌、挿入歌 CD に収録されている。他の挿入歌として、第45話で、山口桃江の、ロックンロールウィドウ、第50話で、ジューシーフルーツの、ジェニーはご機嫌斜めがそれぞれブランカのシーンで、使用されている。本作品の放送開始に先駆け、1979年9月8日には、放送開始記念の特別番組、 不滅の仮面ライダースペシャルが放送された。いずれも販売元は投影ビデオ。突起のないものを除き、いずれの作品にもスカイライダーが登場。ありがとうございます。